ゃん、ぶち美味しそう。ねえ、これカレーにしないでしょ。いいよ、ありがとう。父ちゃん、これからカレーになるの。イエーイ。父ちゃん、持ってきた、こんなに。 ありがとう。じゃあそこ置いとってくれる。メパンでーす。いや、もっと持ってくる。ありがとう。父ちゃん、まだ持ってくる。もうちょっと持ってきてもらおうかな。いいよ。これ、でかすぎ。よく。でかすぎか。まあ、でも後で大きい焚き火する時があるけ、その時にもらおうと。ああ、じゃあ、母ちゃんも一緒に拾おう。はいはいはい。じゃあ、たくさん拾ってくるね。ちょっとお願いしましょう。じゃあ、お願いします。ちょっと待って、それ後でやるけ。でっか。カレー。カレー。カレーライス。カレーライスね。待って。なんかあった。あ、部長から食べてみて。ああ。おちゃん。変えてあげるかな。あ。テントの中で変えてあげてくれる？いいよ。ここ？向こう。リンゴと蜂蜜ペースト。初めて使うの。ねえ。美味しいんかな。ねえ。カレーが中辛なので、甘くするために今のカレーペーストリンゴと蜂蜜を入れました。チョコレート、うん、カレー入れて。はい、OK。 上手。はい、じゃあ僕ちゃんちょっと下がってくれる。みんな下がっとこうね。僕はじゃあまた今度しよう。また今度。ダメ？ご飯食べてないじゃん。これ何？それはこれでちょっと美味しいんだよ。ねえ、豆腐？お豆腐じゃない、チーズ。チーズ。これ何？オリーブオイル。はい、これでおしまい。はい。これ一回火を止めてからちょっと時間を置きましょう。なんで？ね、冷めるじゃん。あのね、中でね、グツグツなって、グツグツなるっていうかね、モワンってなって美味しくなるよ。そうそう。できた。できました。食べれそうな感じもあるけど。うん。食べれる？全然食べれる。あ、よかった。かいちゃん、どこにご飯つぐ？うん、ここ。え、それじゃないの？え、これ、ちょっとずつ？もうちょっとついだけ。いきますよ。これね、カレー。キャラメルちゃんの味だ。うわー、美味しそう。いただきます。すごいね。ご飯パラパラ。いや、でも、食べるのよ。美味しい。美味しい。あ、そんなもんね。カレーライス。辛くなくてちょうどいいかもね。じゃあ、父ちゃん、これね、前回ね、もらったやつ。この中に入れるの？父ちゃんいる？あ、父ちゃんいるか。もう一回やっぱ炊いた方がいいかもね。炊こうか。うん。これが520円。うん。それ安いよ。うん。美味しいかね、本当にこれが。ね、美味しそうよ。わわ、僕汚いよ。寝た。父ちゃん。うん。父ちゃん。父ちゃん、ここ、ここジュース。うん。いっぱいいっぱい。いっぱいね。会話が少なめかもしれない。何が？あの、お話するのが少ないかもしれない。なんかあんまり話してない気がする。話してないね。モモちゃんに最初黙々としよったかもね。黙々と料理とかに一生懸命だった
みんな父ちゃん行けねえ、みんな行けねえ、父ちゃん。父ちゃんも母ちゃんも一生懸命やったけど。父ちゃん行けねえ。でも今日は怒らんようにしようって思う。あ、せっかくじゃけえね、楽しい思い出の方がいいでしょ。父ちゃんも行けねえ。ダメ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 。もう一回行こうか。うん、父ちゃんどれが一番いい。これかな。これ、うん、あら、うん、それが一番大好きなんですけど。じゃじゃあ、おいしい。父ちゃんの帽子は父ちゃんの帽子でしょ。僕の、僕の色。いや、色、うん、見て。わあ、どっち。これで、これか、こりゃ。あ、もんちゃんの好きなお刺身の第1位がないよ。キャラメルちゃんの好きなお刺身第1位はどっか行ってしまったな。あったあ、これまたとんかつじゃない。とんかつ、とんかつあった。偉そうにしとる。え、変だった。おやつ食べてきて。あ、いいよいいよ。マシュマロ。あ、マシュマロか、いいよ。あ、まだよ、マシュマロは。マシュマロ、マシュマロは後で焚き火した時にあれ。え、ご飯が、さあ、じゃあご飯が炊き上がったみたいですよ。ちょっとマスクに。ご飯さっきよりいい感じっぽいよ。いい感じ、全然多い方がええんかね。ねえ、難しいよね。本当はちゃんと測った方がいいんだろうけど、一切測ってないね、寝分量。寝分量。普通量、ね。そうそうそう、適当でいいのよ、こういうのは。うん、こういうのは性格出るね。寝分量ね。もし硬かったら、おいくつればいいだけやち。そうじゃね、そう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 。ねえ、母ちゃんにご飯食べる。量がないね。あ、ごめんね。僕ちゃん何食べよるの？見して。これはヨーグルトだね。父ちゃん教えてあげて、父ちゃん教えてあげて。これはヨーグルね。え、ヨーグル、ヨーグルじゃなかったっけ、名前。なんだったっけ。ヨーグルト。おいしい？おいしい、しちゃう。おいしい。え、はぁ、全部じゃない。ちょっとずつ、私ちょっとずつ食べる。これぐらい、うん、もうちょっと。いっぱい。いっぱい。これぐらい？うん、こんぐらい。トマちゃん、実はね、父ちゃんがね、すごくいいもの買ってるけどね。え、どこ？ないよ。え、どんなの？かわいいやつ。え、どんなの？あそこにあるやつ、卵みたいな形のやつ。あれな。あれよ。え、あれな。あれよ。え、あれがかわいい。あれかわいい。え、あれ、あれ一つ？あれ一つ。ラブ、ラブ、ラブ、ラブ。これ何？どうちゃん、これはね、エビ殻あったままでいいんじゃないかな。あ、そっかそっか、これまで作ったやつね。うん、でこれをお腹の中のちょっと、ま、ちょっと黒いところ。もんちゃんマシュマロだけやね、とーちゃん。いいよいいよ、マシュマロね。はぁ、何？とーちゃん、ハグ。かわいい、かわいい、かわいい。お父ちゃん、これいっちゃおうかな。母ちゃん、いらんよ。これ刺身でも食べれるって書いてあったけどね。うん、これ焼いたら絶対美味しいよ。美味しいだろうな。マシュマロ。いる？いら。え、なんでこれ粘土よ。いや、いら。粘土やけ？うん、いら。粘土いい？うん、いらないよ。
こんなんでどう？おお、いいじゃん。あ、焼けるもんじゃね。ちょっと焼きたい、どんなか。これ、ほら。ちょっと待って、苦しいのかな。うわ、頭が取れた。頭取れた？あ、無駄ね。じゃあ父ちゃんもこれいただきましょうかな。エビ食べてみなさい、父ちゃま、うん、食べてみようか。じゃあいただきますよ、はい、うん、おいしい、おいしい。いいよ。ちょっとつけとっても大丈夫です。そう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 。もうちょっとつけた方がいいんじゃない？ちょっと食べてみた方がいい？うん。ちょっと抜くよ。はい。会長なんか一人で。なんかやってる。ぐるみたした話。母ちゃん。わ、火がついた。ふーって。お父ちゃん、もうこれもう、もう無理、食べれない。食べれる？かわいいでしょ。え、父ちゃん、なんで？いろんな色もできるね。え、きれいね。これで普通で、この卵できる普通やんと思った。普通じゃんと思った。そのライト一回消してごらん。それそのままでも。バンバン。バンバン。ジャンが来るよ。わ、びっくりした。はい。先輩どこ行った？ね、父ちゃん来るけんね、後で。ここ閉めとくよ。はい。
こうやって薪とか入れるのも結構楽しいんやりよったら。次入れてみる。ん？次入れてみる。あ、次入れてみる？いいよいいよ。次あの薪でカレー作ったじゃん。うん、あれとかもめんどくさいんだけど、最初薪を割ってからまず割るっていう作業があるじゃん。うん、1個のこの薪を5個か6個ぐらいにして、うん、あのちょっとずつこう入れていくじゃん。うんうんうん、それはまた面白いんだけど、でそういうのが動画だと面白いと思うよね。あれだね、今日はちょっと忙しかったかもしれない。その焚き火で料理するってのもあったし、子供ら3人おるってのは結構やっぱ難しいよ。難しいね。でも行くまでにこんな時間かかるんじゃんと思った。ああ、そう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 、結構かかる。途中で買い物もするしね。そう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 。あ、外でいいかもしれない。いい？ちょっとねこの辺を動かしてから。ここら辺？あ、そう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 、その上あたりに行くよ。うん、それそれ。ああ、できたできた。焚き火すると全然あの寒さが違ってくるけね。そうね、あったかい。うん、あれ絆創膏貼ってくれってのは何なんかね。やっぱ絆創膏貼るのが、その絆創膏自体が好きってことかね。僕怪我するんでってこと。あ、そう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 。なんか幼稚園の時もさ、うん、怪我の見せ合いとかするわけよ。あ、幼稚園の中で。中でって言って、ここ怪我したいのとかって一人が言えば、私この前こうやってなったけど、ラブラブみたいな。ああ、武勇伝みたいな感じなの。そうそう。ああ、すごい怪我したんだけど、ね、おばあちゃんがアロエをなんか育てとって。ああ、はい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 。アロエをなんかちょっと一皮見て、ああ塗っときゃいいみたいな。昔そうだったよね、やけどしてもアロエだったもんな。確かうちもね、アロエがね生えとったよ。うんうんうん、でアロエをその皮むいて、そのやけどしたらそのピタッとこう貼ってから。ああ、そう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 。で、多分ここの小指を、うん、小指から手首までちょっと触って、小指から手首まで。普通じゃん。だけどこっちだったらボコってなったの多分分かる。ここ？いや、そこはここはあのなんつうの、あのみんなボコっとしてる。ほんまじゃあ。じゃあね、それから洗おうか。まずね、水を流してください。水濡らして、スポンジに濡らして、これに洗剤をつけて、洗剤つけて、まずね、お皿をね、お水で洗ってください。はい、お水で流して、いっぱい流してください。そしたらね、そうそう、つけてゴシゴシ。これもやる。いいよ。ちょっとこっちに流してください。はい。じゃあ、